どうも皆さんおはこんばんちは。今回は、スターレイル初心者中級者向けと題しまして、ルアン名前後に始めた初心者から、プレイ2ヶ月目ぐらいまでの中級者へのアドバイスを中心にしつつ、カンパニー時刻のダイスを使用禁止縛りにしながら、星4キャラのみで、黄金と機械難第12をクリアしたいと思います。使用するダイスは追量か。カンパニー時刻ほどではありませんが、極力戦闘を避けつつ、効率的にパッシブ上げができるので、パーティーの戦力が乏しいプレイヤーには嬉しいダイスとなっています。まあこのパーティーほどメンツがひどいことはないだろうけどな。星4の中でも、配布キャラが3体、まあ主人公が星4扱いはどうなのって感じもするが、まあそこは多めに見てほしい。厳密な縛りとしては、星4キャラと主人公のみ使用可能ということで、今回黄金と機械では、孫悟主人公は孫悟の中でも最強格のキャラなので、強すぎるだろという批判は甘んじて受けるのでコメント欄にお願いします。狡猾な米稼ぎやめろ。ニコ動時代の伝統芸能。っていうか今もぞもぞしてたのは何だったの？模擬宇宙では、一つのエリアで複数の戦闘がある場合、最王の敵だけ倒せば、そのエリアはクリア判定となり、残りは放棄しても大丈夫というルールがあるんです。そのため、この1体だけ倒して、4戦闘分だけ開幕 99% ダメージが入るという、模擬宇宙のアビリティを温存することができます。倒せば宇宙のかけらや祝福が手に入るし、倒した方が攻略上有利なんじゃないか？カンパニー時刻のダイスならこの後戦闘しないのでそうなんですけど、今回は追量のダイスで、かつ強敵との戦闘が予想される攻略法、追量確定ルアン名を実施する予定なので、開幕 99% ダメージは外れイベント用に温存したいんですよね。追量確定ルアン名？模擬宇宙のルアン名のイベントは知っていますか？イベント、ボーナス、イベント異常マスのどこでも出る可能性があるんですが、遭遇確率は異常に低く、その代わり引けた時の効果がめちゃんこやばいんですよね。2種類あって、ルアン名1が、特定の運命の祝福をすべてもらうか、宇宙のかけら2000個、ルアン名2が、所持しているすべての祝福を強化するか、器物を10個ランダムでもらえるやばいイベントだよな。さらにパーティーにルアン名が編成されていると、選択ではなくその両方のボーナスがもらえるとかいう、マジで模擬宇宙の中でやりたい放題やってる女のイベントなんですが、実はイベントの中には一度現れるとその挑戦中は出現しないというルールを持ったイベントが複数存在するんですよね。言ってるそばからチートコードその1が2回目出てるけど、これ何回も出てくるはずれイベントです。ちなみにチートを少しでも使うと恐ろしいスピードでチートコードその2が発生して警察にボコられます。このようにイベント異常マスでは、リスクがありつつも効果が大きいというイベントをたくさん取り扱っているのですが、このイベント異常で発生するイベントの多くは、一度発生すると発生しなくなるイベントになっているんです。するとどうなる？ほとんどのイベントを消化してしまうと、表示できるイベントの種類が極端に少なくなり、本来調停確率で出現するはずのルアン名イベントが、無理やり引きずり出されてしまうという仕様の裏をついた裏技があるんですよ。仕様だけど、仕様の裏をつくから裏技か。つまり今回の模擬宇宙の攻略法は、星4だけでも攻略できる、模擬宇宙最強の運命虚無を使って、かつ、安定して攻略するためにルアン名イベントを引きずり出して、運命のバフを最大限利用して勝つというのがメイン。そもそも今回の黄金と機械は、難第10以上は一般プレイヤー向けに作られておらず、おおよそ星4キャラだけでクリアできるような仕様ではありません。星5キャラの中でもパーティーの編成を吟味し、運命と祝福のバフのシナジーをよく理解して挑むレベルの超高難易度です。でもなんか前回の動画で虐殺してなかったっけ？あれはカンパニー時刻のダイスがぶち壊れてるだけ。というかそもそも、最初に器物のためにリセマラしてるのを、失敗とカウントするのであれば、実際にやった人ならわかると思いますが、結構リセマラに時間がかかるので、成功確率としてはかなり低い部類の攻略法だと思います。まあ動画ではうまくいった回を見せてるわけだし、その裏である程度時間かけてリセマラしてたもんな。なので今回はカンパニー時刻のダイスは使用禁止、その上で、初心者や中級者のためになる、虚無の運命がなぜ模擬宇宙において最強なのか、そこに焦点を当てつつ、初心者のうちにやっておいた方がいいことや、現在ガチャでピックアップされているカフカを引いた方がいいかどうかを語りたいと思います。まあ模擬宇宙の攻略は、この後はできる限りダイス効果で、2倍イベント異常エリアを増やしつつ、戦闘は 99% ダメージを利用して消化、その他はできる限りリスクの少ない選択肢で消化していくだけなので、ラスボスぐらいまでスキップしたい人はスキップしてもいいと思います。基本的には初心者の人たちが、崩壊スターレイルで心が折れない遊び方をレクチャーする動画です。ということでさっさと初心者たちへのアドバイスを始めようか。はい、ということでまずはその1、デイリーログインボーナスは確実に取得しろ。今回のバージョンアップでめちゃくちゃ簡単になったやつな。ただでさえ簡単だったスターレイルの日課、スタミナの消費までしても十分で日課が終わるスターレイル。ただこのデイリーログインで入手できるガチャ石や、育成素材がマジでバカになりません。さらにこのゲームはプレイヤーレベル40を超えると、無限にスタミナが足りなくて半詰み状態にされます。正しくは開拓レベル40以上、
銀行レベル3ぐらいからだな。とにかくログインしてスタミナを消費し、育成素材を入手してください。このログインボーナスだけは確実に取得するように。続いてその2、これに続く内容にもなるんですが、とにかくメインシナリオを最優先に進めてください。理由は大きく分けて3つです。1つ目、育成素材や装備がメインシナリオで解放される。後半のマップに存在している場合がある。単純に、ガチャで好みのキャラを取得したのに、思うように育成できないとつまらないですよね。さっさとシナリオを進めてマップを解放しておいた方がいいです。2つ目、均衡レベルが上昇すると敵が強くなります。均衡レベル4以上になると、初心者の場合育成が追いつかないことがあり、敵は強くなるのに、自分のキャラは弱いということがしばしば、そうなるとメインシナリオを進めるのも一苦労。育成素材が手に入らないとマジで積む可能性があります。サブクエストを熱心にこなしていると、その報酬で手に入るマイレージが原因で開拓者レベルが上がり、何も考えずに均衡の試練をクリアして均衡レベルが上がると、虫や鹿のボスが倒せないとなりがちです。敵が弱い間に少しでもメインシナリオを進めて、ヤバいボスがヤバくなる前に倒してしまいましょう。このスターレイルってゲーム、ソロプレイのソシャゲのくせに、難易度はかなりハードめで、何も考えずにオートばかりで遊んでいると、キャラの特性を理解しないまま敵が強くなり、無課金じゃ無理じゃんと言い出すプレイヤーが続出している。一方でうちの動画をよく見ている人ならわかりますが、現在背景で挑戦しているように星4キャラのみで攻略もできますし、なんなら未育成のレベル1キャラだけでも、高難易度模擬宇宙をクリアすることも可能です。考えてプレイするコマンドバトルゲームなので、慣れてきたらオート戦闘で楽するのもいいですが、キャラの特性や敵の特徴などをしっかり考えつつプレイする癖がないと、ガチャをジャブジャブ回して、強キャラ持ってない人は無理。と、コメント欄でみっともなく嘆くはめになります。私も美課金の大変さを知るために、バージョン 1.6 からサブアカウントをプレイし始めましたが、なるほど確かに大変です。先日配布されたレイシオが本当に強くて、こんなに星5キャラで感動したのは、スターレイルを始めた頃に引いたゼーレイライじゃないかと思いました。そんなレイシオも使い方を誤ればただの凡人だからな。このゲームはソシャゲのくせに積むほど難しい。だからこそ考えてプレイするスターレイルはめちゃくちゃ楽しいです。ぜひしょうもない部分で積まないように、メインシナリオを優先して進めましょう。三つ目の優先すべき理由は、このゲームのイベント報酬はめちゃくちゃうまいからです。だがその一方で、同じ会社がリリースしている原神とは大きく違う部分があります。原神の期間限定イベント報酬もすごく美味しくて、オープンワールドという性質上、メインシナリオの進行度がほとんど関係なく、開催地に向かうことができれば、大体参加することができます。私もメインシナリオはまだ稲妻ですが、フォンテーヌ系のイベントでうまうまさせてもらってます。その一方で、イベントにはメインシナリオの進行を無視して、旅先で出会ったこともないキャラと旧知の仲のような会話が繰り広げられる。パイモン君についてったら、パイモン君とその友達だけで盛り上がる。なんとも言えない陰キャには辛い世界が繰り広げられます。リアルで遭遇するとガチで辛いやつな。ですが不幸中の幸い、原神はリアル世界ではないので、ちょっと辛い思いを我慢すれば、めちゃくちゃ美味しいイベント報酬がもらえるんですよね。リアルでももらえるといいんだけどな。一方でスターレイルは、皆さんにそんな辛い思いはさせません。というかむしろ、イベントに参加させてくれません。一元さんお断り。スターレイルはしっかりと人間関係を育み、イベントに関係する人々と縁を結んだ後でしか報酬をくれません。陰キャが辛い思いをする必要はないんです。いや頑張ってコミュ力鍛えればよいのでは。うるさいバカほま抜け。辛い思いはしない。だけどイベントに参加はできない。これでは美味しい報酬が手に入らないので損してはいけないので、さっさとメインシナリオを進めて、イベントに参加できるようにしましょうというわけ。ようやく本題に戻ってきたか。ちなみにスターレイルはシナリオに関係するイベントも多数あり、キャラたちのバックグラウンドが掘り下げられるイベントが結構あります。そういうイベントは、開催期間が終了すると工場開催状態に移行し、いつでもクリアすることが可能となり、結構報酬も美味しかったりします。新規ユーザーはかなり工場イベントが溜まっているので、それを消化するだけでもガチャ石や育成素材がアホほどもらえます。ですがこれは罠、さっきも言った通り、クエストやイベントをクリアして、マイレージを獲得してしまうと均衡レベルが上がります。そしてメインシナリオの難易度が上がることになるので、とにかくメインシナリオを進めてから消化するのをお勧めします。工場イベントになるとはいえ、開催期間中にクリアすると、アホほど開催期間ボーナスで石や素材がもらえるので、とにかくメインシナリオを進めて、育成準備を整え、イベントで報酬をもらえるようにする。これが効率的にスターレイルをプレイする最大のコツと言えるでしょう。その3はちょっと無理な人はアレルギー出ると思うけど、課金の話、実際無課金でも十分遊べるスターレイルですが、はっきり言ってシーズンパスとデイリーイシパスの2つ、月額にして2000円ほどは課金した方が、100倍快適に遊べるようになります。逆にそれ以上課金すると、修羅の世界になるのもスターレイル。ちなみに2000円の課金をすると、どれぐらい快適になる？これは公式から見れる。先月どの程度ガチャ石とガチャチケを獲得したかの履歴なんですが、月末にバージョンアップがあったとはいえ、2000円の美課金分まで参照して、石2万と、ガチャチケ45枚の配布がありました。石の獲得場所の最も多いところは、
デイリーアクティブ度、要はデイリーログインボーナスなので、毎日ログインしろってのはそういうことですよね。ガチャにして160回ちょっと、天井が80連ぐらいだから2天井分美課金で手に入るのか。この月は無課金でも1万、5000ぐらい石が手に入ってるでしょうし、無課金でも十分遊べるのは間違いありません。だいたい1バージョンで限定星5キャラが2種類追加されるので、どちらか一体は無課金、美課金でも手に入るペースの配布です。ですが一方で美課金の利点は、運が良ければ両方確保できたり、慢性的に不足する育成素材がシーズンパスから大量に供給される点にあります。ゲームを作ってくれている人たちへの感謝の気持ちも兼ねて、月額2000円の課金、どうでしょうか？この動画はプロモーションを含みません。ちなみに私はみんなの分も負担して、だいたい1バージョンで30万円以上は払っていますので、無課金の人も安心してプレイしてもらって大丈夫です。サルバン俺が払うよ。ガチャだけでなく育成素材が手に入るというのがでかい美課金の勧めでした。まあ逆に無課金でも十分やれそうって感想の方がでかいかもな。レイシオの配布でかすぎだ。はい、その4はフレンド機能の活用です。もしこの動画をちゃんと見ている、心優しい上級者の皆様がまだいらっしゃいましたら、その中でさらに、陣の強さに自信のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ動画のコメント欄に、フレンドコードを記載してもらえないでしょうか。結論から言うと、初心者におけるレンタル陣の強さは破格です。特にレイシを手に入れたのに、中ボスのスキャラキャバズが強くて倒せない、均衡レベル4、5、6あたりにいるプレイヤーは、育成素材を入手するのも一苦労のはず。これ実際お前のバージョン 1.6 から始めたサブアカウントだよな。普通に歴戦余韻スキャラキャバズ倒せません。ですが、あら不思議、メインアカウントのカンスト陣をレンタルして、自分のキャラをレベル1キャラ1体だけにすると、オートプレイで歴戦余韻から、異物周回、突破素材や添付素材、爆速で周回してくれるのがフレンド陣です。なんでレベル1を1人だけ編成するのかは、やってみればわかるので解説しませんが、このフレンドからレベル80の陣を借りれるかどうかで、デイリーログインボーナスの簡単さや、育成素材周回の楽さが、天と地ほども変わります。ですがリアルの友達にスターレイル上級者がいない人は自力で探すしかなく、レベル80かつそこそこ強い陣を探し当てるのは一苦労です。私もできれば皆さんとフレンドになって、この素晴らしさを布教したいんですが、ツイッチのリスナーからの申請だけですぐに空き枠が埋まる現状で、とても100枠だけでは動画視聴者までカバーできません。そこでこんな動画を見ている上級者の皆様のお力をお借りしたい。マジで陣を出してると、毎日爆速で信用ポイント稼いでくれます。提供してくれる側にもメリットがあるはず。動画コメント欄で、上級者の方は初心者支援陣のフレンド行動、ぜひ提供していただけると世の初心者たちは本当に助かります。他にも経由自信2期や、レイシオ自信2期なども、初心者にも使いやすいキャラだと思うので、空きがあればぜひお願いします。本当に毎日のスタミナ消費が嘘みたいに楽になるので、初心者の人は根気強くコメント欄からフレンド行動を探してみてください。その後、とある均衡レベル帯の話です。具体的には開拓者レベル50から70になるまでぐらい、私のサブアカウントが約1ヶ月で開拓者レベル52です。リリースデイにはにわかに信じられないでしょうが、工場イベントやサブクエストの増加により、開拓者レベルが原因でのシナリオストップはほぼなく、あれよあれよという間に開拓者レベルが上がるようになっています。そこで問題になるのが均衡レベル上昇による育成不足。開拓者レベルを上げると、より高難易度の素材周回などに挑戦するために、均衡レベルという世界全体のレベルを上げることがあると思います。キャラのレベルの上限突破なんかにも必須だし、これを無視している人はいないと思うよな。開拓者レベル40ぐらいまでは、育成に要求される素材も少なく、いろいろなキャラのレベルを上げて楽しんでいる人も多いでしょう。ですが、開拓者レベル50、均衡レベル4から世界は牙を向きます。レベル60以上に必要な育成素材や経験値は、レベル60までとは比にならない量を要求され、均衡レベル4で最大レベル70まで育成できるようになりますが、それまでに遊んでいたキャラ全てを70にするのは実質不可能です。お前も開拓者レベル52ということは、均衡レベル4になってしばらく経つのに、レベル60以上になっているキャラが、わずかに4体だけしかいないもんな。さらには当然異物も十分に育っておらず、添付のレベルも十分とは全く言えない状況。紫異物すら従前にキャラに行き渡らないような状況です。妥協に妥協を重ねても、まともに1パーティーも育成できない。それが無課金、美課金の均衡レベル4以降の世界、経験者がかなり効率的にやってもそうなので、多くの人が均衡レベル4で絶望を感じることは間違いありません。そこで、その6で紹介する育成の優先度を守ること。その上で均衡レベル4以降はみんな大変なんだと理解すること。均衡レベル4以降は課金してようが無理なもんは無理です。むしろここを乗り越えた人がスターレイル上級者だと言えるでしょう。なので育成が追いつかずやきもきすると思いますが、長い目で見てその6の育成優先度を試してみてください。美課金でシーズンパスなどに課金していると、ここで少しだけ育成が楽になって笑顔が取り戻せるかもしれませんが、どの道ズンパスもデイリーパスもすぐに報酬が手に入るわけじゃないので、詰まる前に早めに課金しておくことをお勧めします。その6、
限りある資源を効率的に分配しましょう。このゲームには必勝法にも近い、育成における優先度があります。まずはキャラの役割における優先度だな。スターレイルには与えるダメージにおいて、レベル差補正というものが存在します。約1レベルごとに 1% ほど与えるダメージが問答無用でカットされ、現状の最高難易度、レベル95の敵に対して、レベル1のキャラで攻撃すると、なんと 94% ものダメージがカットされることになります。レベル1のみの編成で、模擬宇宙の攻略が難しい最大の理由だな。一方で、敵から受けるダメージはレベル差で変動しません。純粋にレベルが低いと防御力と HP が少ないので、相対的に高レベルのキャラよりダメージが大きくなりますが、耐えるという一点においては、レベル1でもレベル80でも大きな差はありません。ダメージを与えることに比べれば、な。さて、お気づきの人も多いでしょう。私のサブアカウントも、レベル60以上になっているのは、すべてアタッカーキャラのみとなっています。まずは優先してアタッカーの育成を進めてください。逆にサポーターやヒーラーは、レベルが10ぐらい低くても、意外と何の問題もなく機能してくれます。その上で結構大事なのは、レベルの1桁を8や9で止めること。そういえば人以外のアタッカーは、みんな中途半端に止まってるよな。これは、マップに毎日ポップする敵との戦闘で、経験値を獲得できるからなんですよね。経験値は、マップの雑魚敵を倒すか、イベントやスタミナ消費で入手する経験値アイテムを与えることで獲得できます。が、本当に60から80まで育てるのには、死ぬほど経験値アイテムが必要となります。しかしスタミナはイベントや雑魚狩りで入手経路の少ない、突破素材や添付素材に使いたいのが本音。経験値本や、信用ポイントなんかのために、スタミナの消費はできる限りしたくありません。そこで先ほど出てきた、毎日フィールドにポップする雑魚狩り。これ現在のマップだけでも、カンストしていない4キャラで、全て倒すと毎日スタミナ90相当の信用ポイントと経験値が手に入ります。かなりの量だよな。問題は効率よく回ってでも3時間ぐらいかかっちゃいま主要層か何かかな。まあどのみち奇跡のレベル上げや限界突破素材にフィールドモンスターの素材を要求されるので大なり小なりフィールドモンスター狩りはしないといけません。その時少しでも経験値を無駄にしないようにレベルを中途半端に止めておくことで自分の育っている一線級のキャラでサクッと素材を集めつつ得られるリソースを最大化することができます。なんか電車乗ってて暇な時とか寝たいのに眠くない時に雑魚狩りする癖つけておくとバカほど眠くなる作業なのですぐにすやや入眠間違いなし。電車は乗り過ごしてよくわからん遠方の駅で開拓の旅を始めることになるでしょう。リアルでも開拓スピリッツ見せるのやめてもろて。アタッカー、ヒーラー、タンク、バッファーの優先度で育成する。まず大きな育成の優先度はこれで間違いないと思います。となると次は各キャラの育成要素の優先度か。まずはキャラのレベルから上げます。ダメージカットの問題や、攻撃面と耐久面が両方上昇するので、先ほど言った9度目だけ意識して、レベルから上げてしまいましょう。均衡レベルが上昇して次の限界突破ができるなら、さっさと突破してまた9度目をすればいいです。俺は誇り高き無課金。少しでもリソースを回収するため毎日フィールド狩りするでござる。そういう誇り高き戦士たちは、5度目ぐらいを目指すと幸せになれます。続いての優先度は異物。ただしメインステータスだけ厳選して、サブステータスは見ないようにしましょう。早い段階からサブステータスにこだわると、マジでスタミナを無駄にすることになるよな。異物レベルは12を目標に上げると効率がいいです。また、金の異物は紫の異物より、同じレベル12でも高性能になりますが、必要な経験値の量が全然違います。ずっと使えるような紙異物であれば上げるのもやぶさかでないですが、妥協の金異物に経験値を与えるのはおすすめできません。一方で紫異物は経験値のコスパが良く、さらに上達してきて金異物を育てるときには経験値として与えれば一石二鳥。なのでおすすめはセット効果を意識した、紫異物をメインステータス厳選する。特にガンマンセットは汎用性が非常に高いので、ガンマンの異物周回するとさらに効率がいいです。模擬宇宙のオーナメント枠は、宇宙ステーションと先週セットがめちゃくちゃ汎用性高いので、これも多少集めておくのがおすすめ。それでお茶を濁しつつ、他の育成要素が育ちきったら、異物周回を始めるというのが基本中の基本です。その次が奇跡レベル。通常攻撃をメインに戦う陣や陰月など以外は、基本的に通常攻撃のレベルは上げず、スキル、必殺、添付の重要度が高いものから上げていきますが、基本的には大体どれも重要ということになりがちなので、これらのレベルを6か7ぐらいを目標に一旦上げましょう。それ以上は非常にコストが重くなってくるので、アタッカー以外は上げる場合は慎重に行きましょう。追加添付系は基本的に絶対取った方がいいよな。霊視とかもそうなんですけど、それがないとそもそもキャラとして成り立たないことも多いので、歴戦要因。つまり終ボスの素材は追加添付の解放にまず使いたいですね。ここら辺は結構原神と違う部分なので、原神ユーザーは少し混乱するかもしれません。原神は添付によるステータス上昇がエグいからな。とにもかくにも添付上げろって感じですよね。一方でキャラによって爆発使わないとかあって、爆発レベル放置でもよかったり、かと思ったらスキル使わないキャラでスキルレベル放置とか、スターレイルは通常攻撃以外は基本的に重要なので、スキルも必殺技もまんべんなく上げるのが基本となります。
さて、育成の優先度の話が途中なんですが、模擬宇宙側で、どうしても話さねばならない話があるので、ちょっとだけ休憩して、背景の挑戦に戻ります。後ろで一生懸命、イベント異常を消化し続けた結果、ようやくルアン名イベントを引きずり出すことができました。だいたいステージ2の後半ぐらいになるんだよな。カウントダウンも超過してしまいますが、ルアン名さえ引ければこっちのものですし、とにかくレアなイベントなんで、一度ぐらいは見ておきたいですよね。しかしほんとこのキャラはどうかしてる。所持してるすべての祝福強化ってな。ルアン名をパーティーに編成していると、このボーナスをすべて得られるので、ルアン名はマジで模擬宇宙におけるチートと言って間違いない。ルアン名実装が初め時って案件動画で散々言ってたけど、多分今後ルアン名持ってない人がコメント欄で嘆きまくるはずなので、私を信じて確保した人たちは、そのコメントを魚に美味しい酒を飲んでください。輸血の運命歩むのやめてください。はい。そして2エリア連続ルアン名ですね。本当はルアン名1で祝福ゲットしてから、ルアン名2で強化できると美味しいんですが、まあなかなかうまいこといかないもんですな。順番前後してもぶち壊れてるから。こんな感じでルアン名をほぼ確実に引っ張り出せる裏技攻略なので、興味がある人は今回の動画をもう一度見直して挑戦してみてください。マジで超絶無敵のチート野郎です。それじゃあ育成優先度の話に戻ろうか。最後の一つだけ説明しそびれてたよな。キャラの育成、異物の準備、奇跡のレベル上げ、ここまで来ると最後に武器、高円錐のレベル上げです。とは言っても、これも攻防ともに上がるので、もっと早めに育てておいてもいいかもしれません。ですが高円錐において重要なのは、高円錐スキルによるバフなので、レベルを上昇させてもここの数値が変わらない以上、結構後回しにしても大丈夫だったりします。だが一方で基礎のステータスは、ほぼ高円錐とキャラのレベルで決まる。そこに添付や異物による上昇補正がかかるので、高円錐も完全無視でいいとは言えないよな。まあキャラレベルを上げるときに、ついでに上げられるならキャラのレベルマイナス10ぐらいを目安に上げるといいですね。このゲームの武器、高円錐は星4で相当優秀なものが多く、また模擬宇宙を進めることでもらえる高円錐、通称ヘルタ高円錐がめちゃくちゃ強すぎて、様々なキャラで取り合いが発生するレベルです。リリース当初こそ、ほとんど使い道がないものもありましたが、現在ではその全てにちゃんと使い道があり、壊滅や虚無の高円錐に分裂してくれと頼んでいるユーザーは少なくありません。一方でこれらを取得するには、ヘルタ再建と呼ばれる毎週模擬宇宙のウィークリー報酬でもらえる、専用ポイントを集めるしかありません。模擬宇宙行けるようになったら、デイリーと同じぐらいこのウィークリーを大事にしてください。ヘルタ高円錐があるだけで、いくつもの武器ガチャをスルーできる上に、育成素材やガチャ石もめちゃくちゃうまいです。あの子生意気なヘルタに、足を向けて寝ている間は、スターレイル初心者以下と言ってもいいでしょう。私もメインアカウントでこそ、課金の暴力でヘルタ高円錐にお世話になっていませんが、サブアカウントの方では、アカウント作成初週分の取り損ねてしまったヘルタ再建を、毎週公開しています。マジで強すぎる配布武器なので、絶対取得するようにしましょう。あと3ヶ月に1回ぐらいある、期間限定イベント報酬の高円錐もやばいよな。原神プレイヤーには説明不要でしょうが、星4の高円錐の配布がたまーにあるんですが、これがガチャ3星5高円錐と選択肢として張り合うレベルのものばかりです。これを取り損ねて絶望しているプレイヤーは山ほどいます。今後イベントがあれば、休止中でも絶対復帰して取るようにしましょう。長くなりましたが、これらが初心者が注意すべき、スターレイルのイロハということになります。よく動画のコメント欄で、初心者向けのレクチャーが欲しいと言われていたので、案件動画で無責任に初心者を増やすだけというのもなぁと思い、今回ほぼ解説することのない模擬宇宙の攻略を背景にやってみました。そして最後のまとめ、初心者のための模擬宇宙の攻略です。模擬宇宙はさっきのヘルタ再建もあるが、異物を取得するために絶対に周回することになるよな。さらには模擬宇宙の報酬に、山ほどガチャ石があって、通常模擬宇宙だけでも4000個ほど、さらに高難易度版模擬宇宙、宇宙の郊外と最新の高難易度黄金と機械、これらもそれぞれ4000個以上のガチャ石が埋蔵されており、これらは期間限定イベントでもないので、今からでも全ての報酬を回収できるという素晴らしい攻略です。一方でとにかく難易度がめちゃくちゃ高い、他にも高難易度コンテンツとして、裏庭や虚構叙事があります。あれらはしっかりとキャラを育成していれば、オートプレイでも報酬をフル回収できます。しかし模擬宇宙は仕組みも結構難解で、さらにはキャラの特性をより理解しなければ、安定してクリアすることが難しいコンテンツとなっています。しかし理解して作戦をしっかり立てれば、裏庭や虚構叙事と違って、デイレアキャラクターのみでの攻略や、レベル1キャラクターのみでの完全攻略もできるロマンがあるよな。模擬宇宙は、あり得たかもしれない宇宙の再現、そこではありとあらゆる無茶と無謀が実現できる可能性があります。当然初心者や中級者でも、裏庭や虚構叙事よりも早く完全クリアを目指すことができるコンテンツなんです。一方で模擬宇宙にはクリアすることで獲得できるポイントを使って地道にアビリティを解放していく作業があるので、中華金車ですら実装されて即最高難易度というわけにはいかない面倒くさい一面もあります。初心者、
中級者の皆さんは、まずは報酬を回収するのも兼ねて、自分がクリアできる程度の難易度を選択して、何度も周回してアビリティのレベルを上げることが必須です。クリアすればフィールド狩りで手に入る素材や、信用ポイント、異物量の経験値も手に入るので、毎週33週、取得限界まで周回している猛者もいるぐらいなんだぜ。フィールド狩り同様、気が向いた時にコツコツとですね。それはそうとして、最強の運命、知りたいですよね。模擬宇宙の運命、いわゆるバフのツリーですが、基本的にはどれもぶっ壊れており、どの運命も極めればとんでもないことになるものばかりです。相性の良いキャラクターも明確に分かれており、陰月は繁殖、霊潮は UX、アルジェンティーは知恵など、自分の攻略するキャラに合わせて運命を選択することが、模擬宇宙をより効率的にクリアする近道となります。そこら辺はこのチャンネルに無限に動画が転がってるから、いろいろ過去動画を見てインスピレーションを得てほしいんだぜ。だが一方で、どんな編成、どんなレベル帯でも最強となる、万物普遍、圧倒的万能な運命が一つ存在します。虚無です。持続ダメージをバフする虚無の運命、星4キャラだと散歩やセイバル、今動画内で使っている系内粉、限定キャラだと現在ピックアップ中のカフカと相性がいいですよね。だが一方で、模擬宇宙のレベル1攻略でも使用される運命でもあるんです。さっきちょろっと解説した、与えるダメージのレベル差補正、まだちゃんと覚えているでしょうか？敵とのレベル差が開いてしまうと、こちらのダメージが強制カットされる仕様だな。虚無の運命が、運命の反響で与える持続ダメージは、キャラが与えるダメージではないので、このレベル差補正によるダメージカットが発生しません。レベル1攻略で、敵にダメージが与えられないにもかかわらず、超高難易度をクリアできてしまうのも、現在のように、レアリティの低いキャラで、一見火力がなさそうに見えるのですが、難題12に挑戦できているのも、虚無の運命の反響が、このレベル差補正を無視できるからなんですよね。しかし持続ダメージは、このゲームリリース当初は弱いとされていた攻撃方法でした。ダメージ発生のタイミングが、相手が行動する直前にだから、どうしても相手に行動を許してしまうゆえに、さっさと味方で殴って倒した方がいいって感じだったよな。特にリリース当初は敵も強くなくて、レベル差補正がかかるシーンの方が少なかったし。ところが模擬宇宙、特に宇宙の郊外や黄金と機械のような高難易度では、敵の攻撃力やレベルが高いのはもちろんのこと、敵の行動も異常に早いんですよね。そのため、今までだと発生機会が少なかった持続ダメージの、発生頻度や速度がめちゃくちゃ上昇し、こちらの育成状況や、レベル差補正を無視して、敵にダメージを与える虚無の運命は、高難易度の模擬宇宙や、実力以上の模擬宇宙を攻略する際に、非常に便利な運命となりました。他の運命が、既存のキャラの強さを引き上げるのに対して、虚無の運命だけは、既存のキャラが虚無の運命を引き上げるんだよな。特に優秀なのが、カフカです。実際、虚無の運命は持続ダメージを使うキャラがいなくても、運命の反響だけで戦っていけるので問題ありませんが、ここにカフカがいると、スキルと必殺技を使うたびに、敵に持続ダメージを発生させるので、カフカ自体のダメージが出なくても、運命の反響をより効率よく回転させることができます。これにより、まだ模擬宇宙の攻略が進んでいない人に、今回のピックアップでカフカを引くことをめちゃくちゃお勧めしたい。実際私はサブアカウントでカフカを確保しました。すり抜けたらどうしようかとヒヤヒヤもんだったよな。次のバージョン 2.0 で実装されるブラックスワンも、持続ダメージに関連するキャラなのではと考察されており、もしそうであれば、今回実装されたレイシオとトパーズのような、とんでもないシナジーを生み出す可能性があります。またカフカのような持続ダメージを利用して戦うキャラは、敵との弱点の相性の影響を受けづらく、裏には、虚構女児、異物周回、どういったシチュエーションでも、最善構成が100点だとすると、60点以上は出してくれる便利なキャラです。上級者がカフカを引くかどうかは、今後実装されるブラックスワンとの相性を見てからになるでしょうが、初心者、中級者には、この模擬宇宙最強の運命との相性、そこから得られる報酬の量、そしてどこにでも連れて行ける汎用性、さらにはブラックスワンで化ける可能性がある未来、ありとあらゆる点でカフカの確保推奨できます。実はサブアカウントをプレイする前は、カフカガチャはスルー推奨してたんだよな。ブラックスワンの性能もわからないし、スワンの後には花火も控えてますからね。しかしこれまでのスターレールの知識を持ったまま、初心者の状態を経験してはっきりしました。カフカは初心者にとって最強の一体です。見た目、キャラクター性、異物の容易の難易度の低さ、説明し出すとキリがないので、とりあえず PV 見て気持ちを高めてきてください。案件じゃないゆえに反則が雑すぎる。特に今回、新キャラを全プレイヤーに配布とか意味不明なイベントがあり、もう一つのガチャに心揺れる必要がない絶好のタイミングです。先生、けどブラックスワンが引きたいです。ブラックスワンのためにカフカ引け。そう、花火が超絶好みのタイプで引きたいです。毎日ログインしてプレイしてれば今からでも十分貯まる。というかむしろカフカで模擬宇宙やって石を回収しろ。とまあこのように。
君たちの考えそうな言い訳は、カフカママの前では全て論破されてしまうわけです。凡人たるレイシオも、これを見越してガチャのスケジュールの悪さを察し、自らを無料配布にしたと言っても過言ではありません。あいつマジでガチャのスケジュール最悪だよな。直前には過去最強クラスに優秀なルアン名、それと同時に復刻は初心者たちに貸し出してくれと頼まれる陣。レイシオの横で復刻されるのは、人気、実力ともに最高クラスのカフカ、そして見た目が超絶人気のブラックスワンが次のバージョンに続いて、その後半には世界を揺るがしたルアン名に続く、限定調和キャラの花火がまたもや実装。2.0 の復刻キャラもわかってないのに、これだけ間の悪い新規キャラは今後もいないだろう。メリタスレイシオ、恐ろしい子。皆さんもレイシオ先生のご厚意に預かり、いち早く初心者という愚鈍の病を治すため、可能な限りカフカの確保に挑戦してみてください。以上で初心者のための、知っておくべきこと9ヶ条は終わりです。もしカフカのガチャが終わった後に見ていたら、8ヶ条になってはいるかもしれませんが、ここからはラスボス、アルジェンティとの戦闘だな。星4縛り、なぜこのメンツなのかを解説しつつ、この動画の最後を締めくくりたいと思います。まずは孫悟主人公です。私の中では孫悟主人公は、あのチート孫悟キャラとして有名な普賢よりも、黄金と機械でのパーティー維持適性が高いキャラとなっています。宇宙の郊外では、普賢最強って言いまくってたのに、黄金と機械では、範囲攻撃を連打する敵が増えてしまい、普賢で耐久する難易度が相対的に高くなりました。孫悟主人公は、一度に張れるバリアの量は少ないですが、シェパードをしのぐ圧倒的なバリア更新頻度、さらにスキルによる集積性能及び全体ダメージカット、強化通常攻撃と必殺技による、敵の人生削り能力、それら全てが黄金と機械では噛み合っており、全孫悟キャラの中でも一押しクラスの性能になっています。まさかそれほどまでに相性がいいとは思わなかった。普賢が倒されてしまいがちな人は、ぜひ一度孫悟主人公を試してみてください。続いては三月なのかです。孫悟としてはいまいちな評価なものの、高難易度コンテンツ攻略ではかなり有名なキャラクター。特に模擬宇宙の記憶の運命では、能動的に敵を凍らせることができる数少ないキャラとして有名ですが、その必殺技による全体凍結効果は、敵の行動を遅延させることにより、パーティーの生存能力を高めます。特にボス級の敵は2回行動を1セットとして行うのですが、1回目の行動直後に7日の必殺を割り込ませて凍結させると、なんとそのまま敵の2回目の行動がスキップされるという小技があります。あまり知られてないけど、これすごい効果的なんだよな。黄金と機械では、虚無の反響工作に記憶があるので、虚無攻略を敵より格下のパーティーで行う際にはかなり有効です。まさに今回の攻略ですよね。特に虚無の運命は、星3祝福で会議を付与、もしくは星1祝福で相手の持続ダメージの、非ダメージを増やしたりすることができる一方で、相手に持続ダメージが命中しないと全く何もできません。記憶の運命にはこちらの効果命中を上げる祝福もあるので、虚無の運命で相手の効果抵抗を下げる祝福と合わせて使えば、凍結、持続ダメージともに高水準で相手に与えることができます。実際これ難題12だけど安定して持続ダメージ出してるし、アルジェンティはなかなか難しいが周囲の雑魚はかなり凍ってるよな。記憶の星3、理心関連の祝福が取れればダメージ遅延ともにさらに効率的になります。また虚無の祝福のさらに強い点は、会議を付与した敵の攻撃力を下げる効果です。強大な敵の攻撃力を下げる効果は、貧弱な味方の防御力を上げる効果より、はるかに効率的で絶大な生存維持効果を見せつけます。今回限界構成で虚無の運命を使ってるのは、攻守ともに運命の祝福で完結しているからなんだな。ルアン名で全て取得する前提ですからね。本来であれば厄介なアルジェンティの召喚する雑魚ですが、このように7日で凍結して動きを止めてしまえば、厄介な効果を発動させることなく、ほぼ貫通することができます。マジで7日って、使ってみるとほんと優秀なんだよな。スキルで付与するバリアには、敵の攻撃を集積する効果もあるので、クラーラや孫悟主人公に敵の攻撃を集めることで、パーティーのか弱いアタッカーたちを効率的に守ることもできる。あとは7日自身がタンクをしてパーティーを守るわけじゃないので、余生の初日を装備してパーティー全体の耐久を上げる役目を担いやすいのもいいですね。まあ7日はこんなところか。続いてナターシャだな。リンクスの方が絶対強いです。そうですよね。けどうちの列車はリンクスのレベルが低いので、今回のパーティーに採用は見送られました。なんでリンクスとかいう強キャラが育ってないんでしょうね。次回、虚無の運命禁止、カンパニー時刻のダイス&追量のダイス禁止縛り、模擬宇宙黄金特会、レベル1攻略、お楽しみに。まあとりあえずヒーラーは選択肢がなかったってことだな。ナターシャも弱くはないんですけどね。いかんせんリンクスが強すぎます。リンクスと相性が悪いのは、陰月節衣をはじめとする低耐久壊滅アタッカーです。これらを運用する場合は、ナターシャや白露の方が相性はいいでしょう。さらに頭一つ飛び抜けて強いのが、ホホとラセツですね。ラセツはそろそろ復刻されそうな頃合いなので、もしホホを持っていないなら要チェックです。最後はケイナイフンだな。まあケイナイフンは燃焼だけとはいえ、持続ダメージを付与しつつ、必殺技でそれを起動できるのが優秀です。虚無の運命と単純に相性がいいですよね。実はケイナイフン、現在めちゃくちゃ評価が上がっているキャラクターで、
その理由は今回無料で配布されたレイシオに関係します。レイシオは追加攻撃をじっとしたアタッカーなんですが、その追加攻撃はトパーズのように必中ではなく、相手に付与されたデバフの種類が3種類の時 100% になる仕様です。これを最大限活かせるのが、負債証明を付与しながら味方の追加攻撃に反応して火力を増やせるトパーズ。レイシオが自前でデバフを1つ持っているので、トパーズの負債証明で合わせて2つ、あとはルアンメイの残敗やフェラの防御力ダウンなどでレイシオの追加攻撃を 100% にすることができますが、しかし実装当時、直近で経由とかいうぶっ壊れキャラが実装されており、トパーズのアタッカーとしての評価は高くなかったので、太ももに熱情を抱いた私のような人以外は、ガチャをスルーした人が多かったと思います。そうでなくても経由もかなり見た目が優秀でしたからね。性能の話して。そこでレイシオの相方として私が注目しているのがケイナイフン。なんとこいつ、燃焼の付与でデバフを一つ、そして燃焼が発生すると追加で与えるデバフとして、低いという防御ダウンデバフも持っているんです。つまり、ケイナイフン一人でデバフを2種類付与できる。レイシオの追加攻撃発生率を 100% にできるのか。さらにレイシオのモチーフまで引いた人にとっては、低いによる防御ダウン効果が、モチーフの防御無視効果と相まってめちゃくちゃ強くなります。まあもっとも、防御ダウン能力やデバフの数で言うと、圧倒的に銀狼が相性いいんですけどね。とはいえ銀狼は最近復刻されたばかりでしばらく来ないでしょうし、ジェネリック相方としてケイナイフンは非常に優秀です。みんなが絶対引くことになったカフカとも相性がいい。絶対引くのか。ただし今回のケイナイフンは、アタッカーというより虚無の運命のサポート採用です。HP と非ダメージカットに異物を全振りしていて、ダメージを出す能力は一切確保していません。それぐらい黄金と機械の敵の攻撃はヤバいんですよね。前回のカンパニー時刻のダイスは、孫悟でバリアがバカほどあったから、黄金と機械なん第12の火力のヤバさがわからなかったからな。まあこればっかりは今回の動画を見ていてもピンとこないでしょうし、実際自分でプレイしてもらうのが一番ですよね。このように星4キャラでも、その特性と強みを理解すれば、超高難易度コンテンツでも使い方はいろいろあるし、課金だけがゲームの攻略じゃないスターレイルの面白さの、一遍でも理解してもらえたらスタレ大好きな自分としても嬉しい限りです。重課金者が言うと重みが違うな。みんなの分も俺が払うよ。だからみんなは心置きなく無課金、微課金でスターレイルを楽しんでくれ。今回の動画で、今までの動画を見て始めたって人が、スターレイルで挫折することなく、模擬宇宙を楽しんでくれること。これが投稿者の一番の願いです。誰でも模擬宇宙は攻略できる。それを証明するために縛りプレイをしていると言っても過言じゃない。ということで、今回は初心者向けの解説と、毎度おなじみとなりつつある、最高難易度の星4縛り攻略動画でした。興味がある人はゆっくり後ろの攻略映像を見てほしいんですけど、本当に孫悟主人公となのかが強すぎて、高難易度に困っている初心者にも育成をおすすめしたいキャラです。特になのかは1つで十分に強いので、ルアンメイのガチャで1つしてる人も多いんじゃないかな。ほとんど初期の配布キャラで何台中にクリアできるの、マジですごいバランスしてるよな。今後もためになりそうでならないスターレイル動画を目標に、動画投稿やっていくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。